アリス、新曲、Make Your Life、ミリボルト公開、若者たちの送る応援ソング、写真イコール、Make Your Life。ミリボルトキャプチャー、Don't Give Up Your Life、歌手ハリスがポジティブなエネルギーで青春を表現した。12日午後6時、韓国の各音楽配信サイトにはハリスのニューシングル、RESU 再び、がベールを脱いだ。今回のアルバムは、2012年7月にデビュー11周年記念アルバム、THE Queen 以来、ハリスが6年ぶりに発売するニューアルバムだ。タイトル曲、Make Your Life は、新人作曲家ソン・ユビンが作曲し、ロックサウンドとシンセサイザーの楽器が調和をなす、シンセロックジャンルの楽曲だ。ハリスは登場から中心に立っている。2001年に、テンプテーションで音楽界にデビューし、トランスジェンダー第1号エンターテイナーとして偏見と戦いながら旺盛な活動を披露してきた。最近まで18年間、ハリスは多くの悪質な書き込みに苦しめられた。悪質な書き込みに大きな傷を受けて、体調不良、不眠症などを患い、法廷争いまでしたと心境を打ち明けた。そんな彼女が、Make Your Life で伝えるメッセージは、若い世代、リファイトを呼びかけ、明るく希望的なメッセージであり、さらに目を引く。ハリスが伝える応援ソングであるだけに、さらに真心が伝わるものとみられる。いつも逃げているようで、閉じ込められているようで、私たちは追われている。君は違うと考えてみて、Want Want Wanna My Dream、君が見える場所まで走って、息が切れ切れになっても、仮に疲れ切ってしばらく止まっても、Don't Give Up Your Life、UCA Make Your Dream、また、収録曲、ブラブラ、にはハリスが作詞に参加し、これまで大変だった自身の心境を表現しており、この曲も人々に愛されるものとみられる。ハリスは今回のアルバムについて説明しながら、私のように大変な生活を経験した人も凛々しく踏ん張りながら生きているから、私たち若者たちも頑張ってファイトすれば、良いことが起こるはずだという趣旨を込めた、と明かした。ハリスは、RESU 再び、を発売し、さらに親しみやすい姿で近づく予定だ。